ジャャパンンンププレイヤーズチャンピオンシップバイ佐藤食品最終日24日、西那須のカントリークラブ、栃木県7036ヤードパー72より大きい神レッスン、緊張した場面に強くなる石川亮が取り組む驚愕の練習法国内男子ツアーの最終ラウンドが行われ首位と2打差の2位から出た石川亮がローバーディニーボギーの68で回り トータル21アンダーとして逆転で今季初優勝、2年ぶり通算19勝目を挙げた。前半2つ伸ばして単独首位で折り返した石川は、後半に入り11番パー5でボギーをたたき、一時は首位陥落。しかし、13番、14番で連続バーディーを奪い、再び首位に並ぶと、16番パー5で頭1つ抜け出し、17番パー3では1打ち目を50センチにつけて後続を突き放した。 1>, 1打差の2位には金子×大、2打差の3位タイには、田中祐希、H、W、リュ u 韓国、が入った。前年覇者の谷原秀人は、この日、65、をマークし、トータル17アンダー、9位タイで4日間を終えた。単独首位から出た36歳の河野祐希は、14番を終えた時点でトータル2、0アンダー、首位対につけていたが、15番パー4で大トラブル。 ラフからの2打ち目がフライヤー気味に飛び、グリーンを大きくオーバーして奥の茂みの中に消えた。茂みの中でボールを見つけ、3打ち目を打ってグリーン近くまで運んだ、と思われたが、まさかの5球。正規のボールを茂みの中で見つけて、アンプレアブルを宣言して元の位置に戻るなど、このホール、9として優勝戦線から脱落した。一時は19位タイまで落としたが、 17番、18番の連続バーディでトータル17アンダー、9位タイで競技を終えた。